おはようございます。おはようございます。今日は初めての久里浜の沖磯。よく船から見てたんですけど、はい、足利島っていう島に向かってみようと思います。めっちゃ早いとこね。はい。ちょっと初めてなんでどんなところか分かりませんけど、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。久里浜の足利島にやってまいりました。はい。今日ここ、我々がいるところは足利島って、小さい島と大きい島の2つあって、はい、今日我々が乗ってるのは大きい方の浅島という島です。朝まずめやってたんですけど、泉先生調子はどうですか？なんかね、はい、前も後ろも地獄っていうのはこのことだなと思って、何かっていうと、こっちは向かい風で当て地を、はい、であっちは沖に流れるんだけど、もう日光の光がピカーって、逆光で何も見えないですね。そうなんですよ。だからどっちを選ぶかっていう、この強風の中、向かい風は選択肢ないんじゃないですか？私さ、向かい風を選んでおります。一生懸命投げて、ふわって自分と思ってる。この強風の中、向かい風はかなりきついと思いますよ、泉先生。でも、気が見える方がいいからこっちにします。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、じゃあ、大量コールお願いします。やるんですか？はい。それでは足利島1投目行ってみましょう。行きます。はい、せーの。かなりの向かい風です。今現在北風が10メートルほど吹いております。おそらく音声はダダ乱れです。そうね。沈むんでしょうか。ですが、強風に煽られてだいぶ苦戦しております。大泉先生、頑張ってください。何やら黒い魚影が見えますね。すごいのがいる、ここら辺に。多分あれ黒鯛ですね。すごいのがいますよ。ヒット。あれ、先生、ずいぶんな小物が釣れましたね。させさっき見えた大きい魚影を狙ったんじゃないですか。おかしいな。そんな雑魚に用はないんですよ。沈めすぎました。お
お願いしますよ、ジン先生。冗談はそのぐらいにして頑張ってください。はい、泉先生、はい、開始から2時間が経過しました。もうそんな経った。はい。何にもできてないよ。調子はどうですか。全くよくありません。でも風はだいぶ収まりましたね。そうですね。こっち側も向かい風がそんなに強くなくてできるようになりましたね。こっち側もしかしたら激浅かもしれないですね。浅いですか。多分今更それを探ろうかと思っているところです。じゃあまあちょっとベラとかカサゴに遊んでもらいたいと思います。ダメですよ泉先生。クロダイかグレを釣ってください。わかりました、お願いします。はい、全然負けてない。久しぶりの磯ラーメンですね。そうです、あのちょっとガスがないと思って。何ですか。ガスがないと思って。またやらかしたんですか。あの泉先生といえば極硬カップラーメンですね。硬いのは好きなんですけど、あやっぱりダメだ、70度ぐらいのお湯で作っちゃったっぽい。泉先生もう毎回やってるじゃないですかそれ。あの今日はガスがないからしょうがなくやったんですけど、いつもは我慢できなくて、はい、沸騰する前に入れちゃうんです。いただきます。はい、硬い。もう一回やり直した方がいいんじゃないですか。硬いクマみたい。そんなに硬いですか。お、泉先生なんか変わった仕掛け作ってますね。今からマダイを狙いたいと思います。おお、淡路島で覚えたマダイ釣りですね。完全に調子に乗っております。誰にも成し遂げないことをやってみせたいと思います。完全に調子に乗っております。わかんないよそんなん、もしかしたらもうわかんないですよね。なんか淡路島と同じ流れを見つけたんですよ。沖に行く、このグダグダの状況の中マダイ釣ったヒーローですよ。一発逆転だよね。一発逆転、一発逆転ですよ。誰よりも偉い。誰よりも偉いです。絶対頑張る。じゃあ残り1時間ほどですけど、はい、もう少し頑張りましょう。はい、諦めない。お願いします。ところでこんな晴れて良かったですか。あ、いいんじゃないですか。やばいやばいやばい、両手塞がってる。これはタナゴじゃないよ。やば、めちゃめちゃいいじゃないですか。おっきいね。なんか久しぶりにメジナ釣ったな俺。そうだね。いつきだねこいつ。ずっといたんだねあそこら辺に、やっと来たかも。出て出て、うわー、いいサイズですよ。やっと取ったぞ。ありがとうございます。やっと取ったの。いやすごい。いやよかった。
久しぶりの目白なんでちょっと測ってみますか。それはお任せしますけど、測ったところで大きくはならない。なんかね、さっきから体がつってんだよね、うん、お、意外とある。34。ああ、泉先生の目測正しいね。ここだね、ここが34。うん、OK。 はい、34センチ。いいじゃないですか。久々のメジナにしては、はい、良かったです。もう一匹釣ろう。はい、あともうちょっとあるから。そうですね、はい、もう一匹釣ります。はい、私もちょっと分かったから、うん、答え分かんの遅かった。来た来た。そう、マジでマジでマジで、え、マジでマジでマジで、え、これ来たらやばい。え、だって負けてるじゃん。ゆっくり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 。あ、来てる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 。やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待って待って、やばいやばいやばい。すごいすごい。マジでマジでマジで。マジでマジでマジで。え、メジナ。メジナ釣ってがっかりされた。はい、どうしよう。本流釣りすごくない？すごいね。すごくない？ちょっと上げて上げて。本日初メジナ。そうです。いいとこかかっております。でもね、いいとこにかかっております。100メートルぐらい流してすごくないですか。すごいですね。これはすごいよ。この1匹は超価値あるよ。価値ある1匹です。大きさじゃないから。はい、これマダイだから。マダイ、いや確かにマダイ狙ってメジナを釣ったものの本流釣りで釣りました。すごくないですか。すごいですね。だいぶ流してましたもんね。超な、100メートル流した。おお、すごいすごい。それでグッて来たからね。へえー、すごいすごい。いや、すごい、この釣り方楽しい。本流釣り覚えましたね、泉先生。じゃあ次はマダイお願いします。もう目がキョロキョロしてる、このメジナ。まさかと思ったんだろうね。目がすごい、目がくるくる泳いでるよ、ほらね。うそーんって、そう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 、うそーんって言ってる。はい、おめでとうございます。焦った。焦った。本当にマダイ来たかと思った。ちょっとあっさりしすぎてんなと思う。もう少し流してもいいと思ったんだけど。あ、でもメジナ釣ってがっかりされたら。はい、泉先生、はい、名残惜しいですけど、はい、今日はここまでにしましょう。時間になりました。はい、じゃあ片付けを始めましょう。はい、はい、ビニールを入れて。はい、泉先生、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、初めての足利島。潮流がめっちゃ速くて、はい、すごい大変だったんですけど、はい、でも正解を見つけて最後後半で結果を出すことができました。そうですね。釣れたのはメジナ3匹とクロダイ1匹だけでしたけど、うん、それ以上に何か大きな収穫があったような気がします。あのですね、途中で潮の流れが変わって、はい、あ、これは淡路の潮だ。そうですね、と思って早速淡路島の特訓の成果が出ましたよ。そう、これはタイを釣るしかないと思って、タイ釣りの仕掛けにチェンジしたんですよ。はい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 、そしたらメジナが釣れた。そうですね、
あのちょっとメジナが釣れてがっかりしましたね。がっかりしメジナ釣れてがっかりしたの初めて。初めてですね。がっかりしてる自分たちにびっくりしましたね。びっくりしました。はい、じゃあ今日のチョーカー見せてください、はい、気の抜けた黒鯛と、はい、ちっちゃい黒鯛、ジャージさんが釣ったメジナさんと中くらいのメジナ、泉先生が釣った価値ある一匹、はい、以上。これは本当に価値ある一匹でしたね。以上です。はい、最初に釣ったちっちゃいメジナはリリースですね。そっか、はい、そうですね、はい、それではコインテ初めての久里浜足利島の釣行を終わります、はい、お疲れ様です。チャンネル登録お願いします。お願いします。あ、なんかお土産ももらいました。昆布、はい、昆布も船長からいただきました。すごい、横須賀の昆布だ。この近くで採れた昆布です。はい、ということでした。昆布、坪結晶の真似、はい、わかりました。